以上2対0の採点をもちまして勝者青コーナー西野ひろまり来ました。もちろんボクシング好きですけど、結果を求めてやってるところがメインなんで、だから、まあやっぱりこの前も自分の中ではもしかしたらもうダメかなと思いましたけど、まあ納得いってないから戻ってきたのはありますけど、やっぱし結果が出せなかったらプロとしてやっぱし僕は辞めていくと思いますし、まあズルズルというかこう負けて勝ったり負けて勝った負けたりみたいな感じの状態でやる気はないなと思ってます。結構何箇所からか指導を受けることが多くなってたんですけど、まあもう本当に光一つにして、あの横浜光一つにして、まあ蛭子さんに見てもらうようにして、まあ今まで蛭子さんにちゃんと見てもらってなかったんで、まあちょっとこう軽く練習してる時期にはいいなって思うところもあったんで、ちょっとこうお願いして見てもらうようになって、まあそこがまず一番こうこれまでと三代戦までと変わったところでもあって、まあそういう中で自分の良さを伸ばしていって、こうなんかこう最近こうなんていうんですかね、結構こう僕のボクシング感というか自分のボクシングっていうのを結構凝り固まってきてたのもあったんで、まあそこをもう少し自由にしてもう自分のやりたいようなボクシングをやっていきたいなっていうのが、まあこの試合に向けてはすごく変わったところです。なんだかんだどうにかなるだろうが、まあこの前なんなかったんで、やっぱりこう気持ちの差っていうのは大きかったと思うし、もうなんとかするしかないっていうか、やっぱり勝ってこう次の景色を見たいっていうのが一番大きいですね。まあ、僕の中ではまあ試合って言うと誰とやってもやっぱリスクがあるんで、怖いし、誰とやったって素人の方とやったってもしかしたらってことって絶対あるじゃないですか。だからそういうリスクって絶対あるから、別に楽さみたいなものっていうのはあんましないんで、だったらできる限りいい相手とやりたいっていうのはまあ僕の中ではまああるんですけど、できる限りいい相手とやりたいけど誰でもいいっていうのはありました。だその中でバネさんっていうのはまあやっぱし今の位置づけとしてはね、ちょうどいい相手だったのかもしれないですし、もちろんモチベーションも上がる相手ですし、けど本当誰でもよかったです。10年ぐらい前だったと思います。まだね、多分ね、伊藤くんが新人王とかにも出てなかった頃だと思います。うん、これはもう A 級だったのかな。A 級だったな。運動神経良かったな。新人王にもなって、新人王戦にも出てない選手じゃないですか。そんな選手と俺がまずスパーリングをやらされること自体がなかったから。にもかかわらず、確かね、どっこいぐらいのスパーでしたよ。なので、あ、強いな、この子はって。もう、初めから、こいつは上がってくるだろうなっていうのが、もう、その時からもう分かってました。僕はね、こういう試合が、なんかこの、プロボクサーでいてよかったなって思える数少ない試合だと思うんですよ。やっぱり、僕はボクサーです。でも、プロっていう冠がついてるんですよ。僕、プロってどういうものかっていうと、僕はね、人がお金を払って見たいと思うほど感動させることができる。僕はこれがプロだと思ってます。当然、そのためには技量もなければいけない。いろんなものがないといけない。でも、プロボクサーがアマチュアボクサーと一番違うのは俺はそこだと思ってるんです。みんながお金を払ってもその人を見ることで感動したいんです。なのでやっぱりこの試合前から今はね、皆さんがチケットを買ってみたい、配信はないんですかと、いうようなやっぱり声が聞けるというのはこれぞプロボクサーだなと思うし、俺はプロボクサーなんだと思えるし、めちゃくちゃ嬉しい。